最後に規制改革の話をちょっと時間を取って話してみたいと思います。えっと、これはちょっと資料用意できなかったんですけれど、あのまずですね、昨年、賭け問題をずいぶん国会で取り上げましたね、まあ、本当にあのはっきり言って、ですねあの私はもう最初から答えが分かってたんで、時間の無駄だだというような気がしますけれど、でそもそも、あの問題は何かというと、ですね大学の。 設置認可申請すらさせないという文科省告示の問題です、これはですね告示というのは何かというと、これは社会主説法ですけれど実は国会のコントロールの範囲外ですね。 こ,れでここの中でこういうことが行われているということなんです、だから、あのいくら国会で,です、ね、認可制度を作りますね、認可制度を作ってるんですけど、文科省の方が告示で,です、ね、認可させないって言ったら、このな認可制度、意味ないですよ、ここにもっとおるべきだと思います、要するに私から思うとです、ねあの、認可制度があるのに、認可させないっていう告示自体が全くおかしくて理解不能です、で私も実は役人のときにそういうの,をあの、ね、突っ込んだことありますけど、ほとんど法律違反の話ですね、要するに認可制度があるんですが、どういう建前かというと、認可させる。そそれでその後 認可を審査するとで,で,でもこの特区が何をやったかというと、認可申請させるという特事の、告示の特例を出しただけですね、こんなのは規制会話にも何にもならないレベルです、あえて言えば、運転免許は別に受けてください、ただし自動車学校は入学させますって、このレベルですねで、このレベルの話をずっとずっとやってるっていうのは、もう不思議でしょうがないですね、であのー、最近もです、ね、この文科省告示、活躍してますよ、東京都の方で作っちゃいけないっていうのをこれでやってますよね。あのー 立法府としてどうなんでしょうかというふうに思う私が個人的に思うくらいですね、立法府が描いている法制度に実はなってないです、ですからそれはそれが問題なのに、どうして違う話をずっとしてたのかなというふうに思ったくらいでして、でこの弊害は随分ありまして、実はあのこういう形で国会でたくさん取り上げられますね、そうするとですね、あの特区諮問会議の開催件数がですね激減しております、もうやりたくないって言って、特区ワーキンググループもそうです、もう開店休業みたいな感じですね、これで結構弊害大きいと思いますよ。 要するに、あの筋違いなことをし,し,しちゃったもんで、もう意識しちゃったですね、まあ、そういう意味では規制改革には他にもちょっと例がありましてね、例えば規制のサンドボックスっていうのが制度がありますで、そこは何をやってるかというとです、ね、実はプロジェクト型と地域型っていうのを二つ認めるっていう形になっているんですけれど実は前者のプロジェクト型、これはです、ね、総理主導を排除しております、何どういうふうにやってるかというとです、ね、これは、新大臣が計画を作るということです。 ですから、これは多分進まないですで、規制の特例も全くないという状況ですね、でそういうのをまあもうちょっとった議会の方で議論すべきだと私は思うんですけれどなぜかこれは全く議論されないですね。まあ、そのもうちょっと具体的に 規制緩和の話をちょっととします,とです、ね、日本は規制緩和が遅れていて、まあ、大体このオリンピックをするときにはこの規制緩和が進むというのがあの世界の共通なんですけど、なかなかそうなってないませんね、正直言うと結構恥ずかしい状況になるかもしれないですね。 あのオリンピックというのはもともと何が意味があるかというとです、ね、ユーザーを作ってやるというのは結構昔の話なのでしてあの海外の人がたくさん来て海外の目を意識しなきゃいけないので結構、ルールというのが国際標準化するんですね、国際標準化するということが結構まあいい話なんで、その後の成長がうまくいくというのがあのまあ今までの研究なんですけど、なんか日本はちょっとそうなってないです、例えばシェアリングエコノミーというのは非常にこれから重要なんですが、ウーバーとか。 エアービービーっていう、これはまともに日本で活動できないというのは、かなり不思議な状況だと思います、それとあと、民泊、直しましたけど、まあ、かなり規制強化になってて、なかなかうまく回らないですね、あのこういうことこそちょっとあの議論すべきで、こういうのがきちんとしてないと、ですね多分政治上の話とか、そういうのって、今後の話をするのは難しくなると思います次に、田誠一君え最後に高橋先生に2点ほどお聞きしたいと思うんですが。 最初のページのところで、ナイルという、私もちょっと非常に専門的な用語なんですけれども、2.5%がわが国のナイルということになるんでしょうか、それで現在、失業率が2.7%というような公表もされている中で、インフレ目標はあまり達成されていない、これがナイルに近づいているというのが、何か特殊な現象なのかどうかということをまず1点お聞きしたいのと、最後にもう1点は、 えー、規制緩和の点につきまして、まあ、ちょっとあのレジュメがないので、正確に聞き取れているか自信はないんですけれども、その文科省の告示によって、えー その国会をコントロールしているというのはおかしいんじゃないかという中で、えー、サンドボックスという言葉が出てまいりました、これは要するに砂場ということで、そこの部分だけ特区というのは本来あるべきで、今回の,その学校の規制については、実は特区の問題じゃないんだというようなことだったと思うんですけれども、そのサンドボックスにおける典型的な特区というのは、どんなものを想定されているのか、教えていただければと思います。高橋光 えと最初のナイルの話ですけれどあのこれは、まあ、加減と思われる失業率ということなんですが、そのインフレ率がまだ1じゃないか、まあ、2のところで1じゃないかというのは、それは最後、あのこのフィリップス曲線というのが横になっているということなんであの、実はこのナイルに近づくときに、インフレ率というのはちょっと遅れてすーっと上がってくるとういうことになります、要するにそれは賃金上昇というのとほぼパラレルであります、ですからちょっと遅れるんですけれどの 失業率の低下はちょっとなんですけど、インフレ率のほうはこれからちょっと上がっていくという、それでこれは適切な、まあ、あの財政政策と金融政策をすればそちらに近づくという,そういう話でございます。それとあとサンドボックスの話なんですけど、これはいろいろな試しでやってみるということなんですね。ですからそのなんかいあの先ほどちょっと私色々なあのうーんと ウーバーとかです、ね、あの AI、B、B&B みたいな話しましたけど、こういうのはあれですよ、ね、海外から見ると非常に当たり前のサービスになっているわけなんで、オリンピックに目がけてです、ね、こういうのをサンドボックスにするというのは一つの考えだと思いますし、ですから、この象徴的なものを取り上げてです、ね、あのまあ規制改革を突破するというのは、実はやらないとです、ね、とんでもない話になると思います。田君 えー、大変長い間あのあ、ありがとうございました、勉強になりりまました終わります経済数量学者、高橋洋一さんと解説していきます。 昨日那覇市で NPB の幹部と12球団の代表者が会議を開きまして、スポーツ振興くじ、トトに野球を加えることを正式な議題として取り上げたと、強行に反対している球団はないということなんですけど昔は反対してたんですけどね、やっぱりちょっと関心を持ってもらいたくなってきたんでしょうね、やっぱり野球を見る人も少なくなってきたりして、以前ほど抵抗感ないということなんでしょうけど、このくじっていうことですと、これ、トトって言って、もスポーツ振興くじですよね、ちょっとそのくじの話しますとね、ギャンブルですけどね。は まあ、外は文科省がやってて、やるんですね。だから、今度、サッカークジのほかに、まあ、野球くじが入ると。実は文科省の方の、その、外の団体は、結構潤うんですよね。これは、ちょっと理系みたくなってるんですよ。だから、これ、あの、球団がすごく儲かるっちゅうよりは、そっちに利益が儲かります。からあの、この、ギャンブルですから、まあ、これ合法的なギャンブルなんで、ですけど、ねどう思って儲かる決まってます。あ、じゃ、みんな、そうですよね。どう思って儲かる。ですがこれ、ちょっと広げて、この、文科省の、まあ、スポーツ振興くじの団体が、まあ、儲かるんですよ。で、それ、はっきりと文科省は甘くなんですけどね。この手のくじって、各所。 みんんなってるですよこれ聞くとね、えと思うかもしれません、例えば協定ね、はいこれ国交省です、あなるほど船ですからね、それとあとね、競輪と音です、これ、計算省です。あ、なるほど。いっぱいでるで、競馬、これご承知で、すね農水省。農林水産省ですね。これサッカー、野球が文科省ですね、それとあとね、でっかいのがあって、宝くじ、あこれもはっきり言ってギャンブルなんですね、道具とかすごく儲かるんですけどね、これは実はあの総務省です。 そうか昔は自治区で、これ、それぞれがもう巨大な利権になってて、ですね全部縦割りになって、天下りがあって、予算のように扱ってますね、今度、文科省もちょっと足んないからっていう意図があって、今まではちょっとそのイメージで野球は嫌だって言ってたんだけど、自分のほうも人気もなくなってるかって合致して、こういう形になったんだと思いますけどね、いろんな思惑というかね、もう一個あるでしょ、同じギャンブルちょっと異質なんですよ、パチンコ。これは警察です。 あ、なるほどー、ね、そうか。 あのねいろいろあの報道されたのかもしれませんね、そのカードの団体というのが、どういう人が偉い人にいるかみたいな見るときに、ただ単にこういうふうなね、はい、あの現象見ないで、まこういうふうな官僚の裏側とかね、はい、このお金の流れなんか見てると、ちょっと違う見方ができますよね、はい、私なんか見ると、今回、あ文科省、ちょっと予算単ないからこっちで稼ぎたいのかなって思っちゃいますよねなるほどで、で <laughs> しかも天下りもね、その前の時間の方のいろいろあったがためにというのをね,ね、手よくできてね、あの相手がよければ OK なんでね、はいまあこの勢いでいったらスモーク時もあってもいいかなって感じですよね。ス <laughs> ーでもとか あるいはこの野球もそうですけれども、ねかつて賭博があったりとか、あるいは野球がったりとか、逆にいうと、こういうことをやると、そういう賭博は違法になりますからね、あのこれうまく使うと、野球賭博はもう完璧にできなくなりますし、あのこっちの野球くじで全部そっちのお客の方がそこに吸い寄せないでしょ、だから裏側のまあそういうな違法の賭博はなくなるって側面もありますよなるほど、今ちょっとふと思ったんですけれども、こうやって各省庁にそれぞれ、ここううギャンブルだとか、くじだとか、そういうものがぶら下がってるじゃないですか、今度 IR っていうのをやろうとしてるじゃないそれだから、それがだから今、大変で、誰が i s 握るかって。 改革とかいろんなこと言っててです、ね、です大阪に来てるんですよ、それはそすどこのこと、かいう大問題でね、裏側では大問題になってるわけですよ、どこのお金なのって言って、も大変なんですよそうか、なんかここのところ進まないと思ったら、その辺のまだ <laughs> 足元引っ張って、この警察のほが俺とこがちょっとだめになるからとか、いろんなこと言ってね、はい、言うんですよ、これ。